こんにちは、カプリショーです。今回はですね、こんな感じのダリアの花を作っていきたいと思います。こちらはですね、15センチ角の折り紙を使っています。少しだけ難しい作品です。とっても可愛いですよ。それでは早速、作っていきます。